こんにちは、東京不動産大学の稲垣義久です。今回の動画はですね、もうタイムリーなお話をさせていただければと思ってまして、ちょうど1月8日からですね、東京は緊急事態宣言が発令されて、でそうすると、不動産って家探しってどうなるんだろうってご心配になっている方も多々いらっしゃるかなと思うので、それについてちょっと解説できればと思っております。でまず、緊急事態宣言とかによってですね、ご自身の収入が減ってしまうとかそういったことが明白な場合はですね、ちょっと話が全然変わってきますので、まだ賃貸でいいんじゃないかとかそういったお話になると思うんですけど、買おうかなと思っていて、そんなにですね、ご自身の生活も変わらないような方、に関しましては今購入された方がいい理由っていうのがあるので、これ一つご紹介できればと思っております。で、ですね、住宅ローン控除っていうのがあるんですけど、これは毎年のですね、ローンの残債の 1% っていうのを所得税から控除できますよっていうものなんですね。で、物件を購入する、一つのきっかけになったりすることが多くて、で非常に税制としては僕もいい税制だなっていうふうに思ってます。でこれが、昨年のですね、発表でですね、期間が延長されることになりまして、2022年に購入された物件まで対象になることになったんですね。で、これがですね、実は今年の21年の4月からですね、40平米以上というのは登記面積になりますので、壁芯になるともうちょっと面積が大きくなりますので44平米とかなんですけど、40平米から50平米、今まで対象となっていなかったものも対象とされるっていうふうに変わるんですね。で、これを受けてですね、1LDK とかっていうのが売れ行きが好調になるではないかなっていうふうに考えておりまして、なのでずっと賃貸住まわれていた方ですとか、1LDK、1K から 1LDK とかですね、単身の方やリンクスの方も非常に買いやすくなったんですね。で、ただ所得制限がありまして1000万円以下の方になります。でこれが次のですね、翌年の改正によって、金利例えば 0.625 とか 0.525 とかこれ組まわれている方の場合は 1% と金利を比較して安い方までしか控除できないっていう改正が行われるっていうふうに予想されているんですね。なので今年度中に買われるっていうところは、そういったあの住宅ローン減税を使えるってメリットもありますので、一つおすすめかなと考えております。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。